皆さんこんにちは、さちゆめこと早乙女たまちです。さて今回の13時間はあいにくの雨の13時間ということで、まあ久しぶりということもあるんですけれどね、あの一番の理由は、まあ、うちの監督が雨男というね、まあ、ことが一番の理由じゃないかなと思うんですが、今回私が訪れた町は埼玉県蕨市にやってまいりました。またまたと言いますかね、蕨市にやってまいりまして、お邪魔するホールは JR 蕨駅西口から徒歩1分のところにありますデーブさんです。こちらのホールで今回は CR 北斗の拳伝承を体感するわけですが、なんとこちらのホールさんに北斗の拳が導入された直後ということで、データらしいデータもねないですし、私も本日の取材でですねちょこっと、取材しながら行かせていただいたんですが、まだね北斗の拳のアニメもそうですが、北斗の拳プロっていうね人気ありますけれども、それもね全くわからない状況なので、まあ、今日はね楽しみにやってまいりました。とはいうもののね、あの北斗の拳っていうとアニメっていうイメージが強いと思うんですが、私の中でも北斗の拳って言ったらもうスロット北斗の拳っていうことがね、まあ、ずっとされてるというか、まあ、私もね一度も打ったことないので、北斗の拳だけじゃなくてもスロットも打ったことがないので、まあ、今日はねどうなることやらと思いますが、まあね今回の監督が、まあ、北斗の拳大ファンということでね、もうアニメもスロットも大ファンということで、いろいろ教えてもらいながら頑張りたいと思います。それでは早速行ってきます。こちらデーブさんのバラエティーコーナーにはいろいろな機種が取り揃えてあります。その中に今日体感する北斗の拳の以前のタイプもありました。ちょっと前の機種をお探しの方はぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。CR 北斗の拳伝承はその名の通り大ヒットしたパチスロ北斗の拳の演出を引き継ぐとともにさらにグレードアップ。その中でもケンシロウとラオウの戦いで構成されたバトルボーナスがなんとしてもこの騎士の最大の見どころと言えるでしょう。はい、というわけで私が今回体感する騎士こちら、北斗の拳ですが、ねえ、まあ、迫力ある画面、そしてね今たった今流れてるこの曲があのクリスタルキングの、まあ、有名な曲ですが、まあ、この曲が10連チャン以上かなした時出るっていう話なので、私もそれを聞くべく頑張りたいと思います。そして私が勝った場合はパチリメ賞もありますので、ぜひ応援してください。というわけで、早速実践スタートします。おめでとうございます。ここでいいかな。ルールは大移動なしの開店から閉店までです。やめ時はいつものように閉店の1時間前に判断します。さあ今日はどんな展開が私を待ち受けているのか。今回の体感でなぜパチスロが大ヒットしたのかが分かればいいんですけど。
久しぶりだな、ケンシロウ。愛に準ずる星、忠誠を持つ男、シン。お前はもはや敵ではない。北斗、クレツ剣。なんと北斗拳。貴様の執念はそんなものか。このウイグルステージは今回新しく増えたステージでパチスロではないそうです。
はバットとレイを同行人にして、この同行キャラは2人まで選ぶことができ、それぞれのキャラクターによって予告演出が違います。その時の気分でいろいろなパターンで楽しむことができるのがいいですね。この CR 北斗の拳伝承は大当たりのことをバトルボーナスと呼び、どの図柄で当たってもこのバトルボーナス中にケンシロウがラオウに攻撃をするか、ラオウの攻撃を避けることで継続が確定します。特に3ラウンド目に登場するのがケンシロウかラオウか、5ラウンド目のラオウの攻撃をケンシロウが避けることができるかが熱いポイントとなっています。時が出てきて攻撃をかわすパターンも継続確定です。ラオウの攻撃パターンはパチマガ実戦上強い順から豪昇波、キック、相打ち、パンチとなっています。
ケンシロウの攻撃パターンは百裂拳、キック、パンチ、そして霊が登場するという4パターンです。これはパチスロの話ですが、百裂拳はめったに見られないそうなんですが、パチンコの場合はどうなんでしょうか。たとえケンシロウがラオウの攻撃を受けても7ラウンド目で立ち上がると継続確定になります。この時立ち上がるかどうかの判断は、7ラウンド目に入った時背景の雲が流れていたらケンシロウは立ち上がります。ケンシロウが倒れても最後にユリアかリンが登場すれば継続です。この最後の登場はもうダメだ終わったと思っている時の大逆転で嬉しい限りです。
ラオウの攻撃の中で一番弱いパンチでの終了となってしまいましたが、9連チャンでいいスタートダッシュとなりました。バトルボーナス終了後のチャンスタイム中は常にラオウステージで、ケンシロウがラオウに会えば大当たり確定です。ラオウの登場方法も多彩でかなりワクワクさせてくれます。
この初当たりの時に出るケンシロウのオーラの色によってバトルボーナス継続の期待度を表しています。期待度の高い順からレインボー、赤、緑、黄色、青、白となっています。しかしあくまでも期待度ですので、レインボーオーラで単発もあれば、白オーラで10連チャンもあります。4ラウンド目の相打ちというパターンはパチスロにはない演出で、たとえ3ラウンド目にラオウが出ても5ラウンド目でラオウが倒れるという逆転のパターンもあります。3ラウンド目のラオウとケンシロウの出てくるタイミングが、ケンシロウの方がラオウと比べて若干遅くなっています。これはたかが1秒も変わらないのですが、このタイミングのズレでワクワク度がアップするという細かいけど見落とせない間合いとなっています。3ラウンド目でケンシロウが出てくる確率はパチスロでは 25% となっているそうですが、パチンコの場合はパチマが10センチで約 30% となっています。ラオウパンチでトキが出てきて避けるというパターンはパチスロではかなり嬉しい演出だそうですよ。
なんか私パチスロの話をかなり出してますけど、監督が言えって言ってるんで、パチスロをしない人には耳障りかもしれませんが、許してくださいね。ここでクリスタルキングの愛を取り戻せがかかってきました。この曲は10連チャン以上して次のバトルボーナス継続が決まっているときに3分の1程度の割合でバトルボーナス終了までかかり続けます。つまりこの曲がかかった回のバトルボーナスは必ず継続するので、安心してケンシロウとラオウのバトルをご覧ください。10連チャン以上しても曲がかからなかったときは抽選に外れたということになりますが、20連チャン以上すると必ず曲がかかります。そして20連チャン以上はケンシロウとラオウのバトルが続く限り継続で、終了時にはプレミアムエンディングが見れることになります。ケンシロウが倒れても内部的に継続が確定しているときは
7ラウンド目でプッシュボタンを押すとリンが登場し、幼かったらユリアが出てきます。ちなみにパチスロではユリアはほとんど出てこないそうですよ。あっちにラオウがいたわ。引き戻した場合、バトルボーナスは再び1回目から始まることになります。Thank you.
後で行こうかな。銀の予告は期待度の高い順からつまずく、話しかける、怯える、尻餅、派手に転ぶ、転ぶとなっています。ちなみにパチスロではつまずくは一番期待度が薄かったそうですが、パチンコでは逆になったみたいです。バットの予告は転んで何かを落とすという形で、期待度の高い順からリンゴ、探検、メロン、バナナ、缶となっていて、メロン以上でスーパー確定です。
さすがに引き戻しを含めて20連チャンもすると次の初当たりが来るのが遅いんじゃないかなという気になりますよね。別にオカルトではないですけど、毎回同じ抽選をしているとはいえ、人間心理としてはそう思うのは当たり前ではないでしょうか。あっという間に一箱飲まれそうです。この間はひたすらケンシロウが歩いているのをじっと見ていたという感じですね。このケンシロウが歩いているのをひたすら見ている時間は苦痛です。バトルの時はワクワクするんだけどね。私の足元に13箱ですね、13箱獲得してここで前半戦を終了したいと思います。はい、というわけで、前半戦終了いたしました。まあこのデータ見てください。最初はね1万5500円以上いくかと思ったんですが、まあ、ここで当たりを引いてからですね、なんと9連チャン。そしてですね、1枚、2枚じゃ終わらず3枚ですね。3枚でね、なんと大当たり回数29回引きまして、途中ね、時短で一度、引き戻しまして、このラオウステージ、かっこよかったですね。あの、陰でパッパッと出てくるところがね、まあ、なんとも言えず、北斗の拳。それにスロット知らない私でもすごく楽しかったです。ただね、最初の、ただこう歩いてるだけの部分とバトルモードではやっぱこのバトルモードが 見どころの一つだなって私も思いましたし、あの雲の動きとかね、そういう一つ一つのこの3ラウンド目にこう出てくる瞬間とか、ああいうところがなんかちょっと見せられたような気がしました。まあね、今手元、足元に13箱あるんですけれども、このね13箱がどうなるかまだね最後まで分かりませんので、ぜひ後半戦もお楽しみに。パチンコ大好き早乙女たまきでした。